はい、えー、こんにちは。1月の18日、金曜日の日替わり竹部でございます。えー、さて、本日の午前中でございますけれども、ラジオ日経さんのトレーダーズユナイテッドというラジオ番組、まあ、こちらのは株式市況中心の番組でございますけれども、あ為替の動向に関してコメントさせていただきました。えー、1ドル90円以上と、まあ、1ドル90円の水準を次元したというところで、まあ、当面、マーケットの中で見られておりました水準、目的水準をまあ,ある程度足したのかとういうところでございますが、いずれにしてもこういったオプションの 水準に絡む動きというのは非常に複雑回帰なところでございます、えー。そういう意味では非常に気の抜けないところでございますけども。さて、えー、今回、えー、今回というかもう本日週末でございますので、いつものお約束ごとでございます。えー、ウィークリーレポートの方を僭越ながらご覧に。 なっていただけますように、当社サイト関連、そしてメールマガジン等でご案内させていただいております。ぜひご参考になったらと思いますが、また本日はですね、週末でございますので、これもお約束ごと2点目でございますけれども、週末リスクに十分ご注意してくださいというところを改めて申し上げたいところでございます。特に今夜でございますけれども、ニューヨーク市場、来週の月曜日お休みでございますので、少し前倒し的な動きになるのかなと、東京市場の深夜、さあこれからというところではもうすでにニューヨーク税が終わっていく可能性、 ポジションをクローズしていく可能性ございますので十分ご注意していただければと思いますさて今回でございますけどもこちらご覧になっていただけますでしょうか はい、えー、先ほど申し上げました、えー、マーケットレポートの方にも少し触れさせていただきましたが、さて、えー、やはり一番のポイントというのは、えー、86円の7号、90円の7号というふうにして上下、えー、噂されております。えー、ダブルノータッチオプション。まあ、ちょっとこちらの方説明は非常に複雑になってまいりますが、この上下幅の中で収まるのかどうか、えー、先日、先日というか、あ 今月の上旬でございますけども、ドル円相場においてダブルボトムを示しました。86円の80銭水準。これは86円の75銭を付けさせないための防戦とこういうような形での観測、マーケットの観測されている状況の中では、今度は上値に行って90円の75銭水準を付けさせないような動きになるのかどうか。そして内外からですね、円安動向に対しての牽制発言というところが、 ちょうどですね、まあ、この水準に収まることになるのかどうか、まあ、そういったものの後押しになるのかどうかというところで、1ドル90円以上の、まあ、円安になるかどうかの積書、えー、というところでの今回のタイトルとさせていただきました。えー、1ドル90円というのは非常にヒストリカル的な、まあ、30ヶ月ぶりの水準でございますので、非常に意識されやすい水準ではございますけれども、えー、こういった90円の50銭もしくは75銭水準という、またこういった節目水準というのも非常にですね、えー、マーケットのトレンドに 大きな影響を与える可能性がございます。十分ご留意していただいて、ドル円相場をお取り組みいただければと思います。以上、1月の19日、金曜日の日替わり竹部でございました。